こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F2 次期戦闘機開発が急ピッチに進む中、三菱重工主導で各メーカーを集めた総合プロジェクトメンバーも決まった。その中に、米国ロッキード・マーティン社のメンバーも加わっている。F3 ステルス戦闘機と呼び名が決まるのかはわからないが、F2 の次とする、ならば F3 戦闘機になるだろう。日本の今の技術は、F2 開発時とは比べ物にならないくらい進んでいる。米国も驚くほどの、各パーツが作られている。その中でも注目を集めている IHI 製 XF9 の1プロトタイプ。ジェットエンジンについて詳しく見ていこう。世界最高峰に仕上がったジェットエンジンといえます。耐久性ももちろんのこと、すぐに壊れるようなエンジンでは、作った意味がないですよね。株式会社 IHI より2018年6月に防衛装備庁に納入された国産戦闘機用エンジン XF91 の開発計画は近い将来の純国産戦闘機開発の一環とされ、最大推力15トン級の世界水準に届く。エンジンとして期待されている。しかしながら、現状においては、国産戦闘機 F2 の後継機の登場は、2030年以降となる予定で、まだ先の話であるにもかかわらずこの、高推力ジェットエンジンの開発が先行していることについて、現段階では、どのような目的の下に進められているのかを世界の戦闘機開発情勢にも触れながら考察していく。戦闘機用エンジンで、現在、アフターバーナー最大推力が15トン以上の、パワーを出せるエンジンを量産できているのは、アメリカとロシアの2カ国のみである。日本の次期戦闘機は、それらを搭載した戦闘機の購入やライセンス生産で、良いとの意見もあるが、平時のメンテナンスにおける部品調達の継続性への不安、独自の能力向上改修やシステム更新を進めることが、できないなどの制約があること、また、主権国家としての安全保障上において、防衛関連の技術や産業の維持、育成の観点から、国内技術による新戦闘機開発の必要性が認識されている。そのために、日本が将来、純国産での戦闘機開発を進めるのであれば、これらの国のエンジンに匹敵する能力を持つ国産エンジンを開発する必要があるのだが、これほど高推力なエンジン開発は一朝一夕でできるものではない。それゆえに、現時点から開発のためのデータと技術の蓄積が必要であり、様々な実験を繰り返しておかなければならないのである。つまり、この XF91 は、近い将来の高性能国産エンジン量産に向けて、実証試験的に作られたものであって、現段階で特定の戦闘機に、搭載する目的で作られたものではないとの立ち位置なのだ。XF91 の一番の特徴は、エンジンの最大推力が15トン以上、出せる性能であるが、その事実が持つ意味は、単純に、
15トンの重量があるものを垂直に持ち上げることができるとのこと以上に大きい。現在の航空自衛隊の主力戦闘機 F-15 のエンジンであるプラット&ホイットニー社製 F-100 のアフターバーナー最大推力は約10トンだが、その 1.5 倍である15トンをクリアしている XF-91 は、アフターバーナーを使わなくとも11トン以上の推力があり、 F-100 を上回る。アメリカの最新鋭戦闘機 F-22 に使われている同軸プラット&ホイットニー社製の1000級エンジン F-119 と比べても、 XF-91 は最大推力において遜色のない性能を誇っているのだ。そして XF-91 のもう一つの特徴は、全長 4.8M 以下で直径も 100cm 以内との F-100 とほぼ同じサイズとのコンパクトさにある。航空自衛隊が採用を決めたアメリカのもう一つの最新鋭機 F-35 のエンジン F-135 もプラット&ホイットニー社製だが、 F-119 のパワーアップ版として開発され、その推力は F-119 をはるかに上回る。しかしサイズが全長 5.59M、直径が109から117cm とかなり大きいために、 F-119 は F-22 に2台搭載されているのに対して、 F-135 は F-35 に1台しか搭載されていない。サイズや重量を意識しないのであれば、強いエンジンを開発することはさほど難しいことではないが、航空機に乗せる以上は軽くコンパクトでなければならない。さらにこれからの戦闘機に搭載するのであれば、コンパクトで軽いことに加えて、ステルス性への配慮も必要になる。戦闘機の戦闘時にはミサイルを多数搭載しなければならないが、主翼や胴体にぶら下げた状態だと、敵のレーダーから逃れるステルス性が低下してしまうことになる。そのため、ステルス性を訴求する最近の戦闘機においては、ミサイルを胴体内に収納できる構造になっているものが多い。そうなると、戦闘機の小さな胴体の中に、ミサイル収納庫とエンジンを同居させなければならず、大きなエンジンを積んでしまうことによって、ミサイルの搭載数を減らすことになって、戦闘力が低下してしまうのだ。また、エンジン出力を上げるには、空気を大量に取り入れなければならず、胴体内の限られたスペースの中で、空気取り入り口からエンジンまでのインテークダクトのスペースの確保も必要となる。これらのことから、今後開発される予定の純国産戦闘機には、より高推力で、より小さく、細く、軽いことが求められることになり、ハイパワースリムエンジンとの発想をもって、XF-91 が開発されることになったのだ。さらに、ジェットエンジンの推力を高めるために必要なこととして、もう一点あり、それは燃焼ガスの温度をできるだけ高く上げることである。燃焼ガスの温度が高くなればなるほど、エンジン内に取り入れた空気の体積が膨張することになり、タービンを回す力が増強するため、効率が上がり推力が増す。燃焼ガスの温度を上げるには、
できるだけ多くの燃料を噴出すれば簡単だが、高熱すぎると通常の鉄やアルミなどで作られたタービンでは高熱に耐えられなくなり溶けてしまうことになる。そこで、高熱に耐えるニッケル系の金属を使った材料で作られたタービンが開発されて、近年では基本的にニッケルをベースとしたタービン翼が使われるようになっている。しかし、ニッケルの融点は約1400°C であるのに、ジェットエンジン稼働中の燃焼ガス温度はそれよりも高い温度になってしまうため、そのままではタービンそのものが溶けてしまうのだ。 XF91 のタービン入り口温度は実に 1800°C に達する高温のため、熱対策としてニッケルコバルトのタービンディスクやニッケル単結晶調合金で作られたタービンブレードなどの材料技術と、さらにブレードに小さな空気孔をたくさん開けて冷却するフィルム冷却と呼ばれる流体解析技術が開発に貢献している。フィルム冷却とは、タービンが超高速で回転した場合に翼の昇降から空気が流れて、その空気が作る断熱層が翼表面に冷却空気の膜を形成し、燃焼ガスの高温から翼を保護するという仕組みである。余談であるが、火山が噴火して火山灰が漂っているような空域にジェットエンジンの航空機を飛ばすことができないのは、このフィルム冷却を利用したタービンブレードを持っているためである。エンジンの空気取り入れ口から火山灰が入り込むと、タービン翼の昇降に火山灰が詰まってしまうばかりか、高温によって火山灰の成分であるシリコンが溶けて昇降を塞いでしまい、断熱効果が失われてしまうからなのだ。